どうしてお前が。やめろ、やめてくれ。落ち着け、落ち着くんだ。抵抗ペンギン、ランチ合コンの実態、5日後。働け働け、おら働け働け。それ以外言うことないのか。あ、そうだ、女子今日のランチ合コン行けなくなったんですよね。女子。おう、そうだ、俺たちに働かせて自分は合コンに行くつもりだったのか。残念です、誰か代わり探さないと。シャチは？お腹壊してトイレ行ったぞ。シャチはメンタル弱いからな。しょうがない、ペンギンと行くか。行きたくない、それに上司が許さないだろ。いいぞいいぞ。何？よし、じゃあ行こう。あの上司がランチに行かせるなんてどういう風の吹き回しだ。そう、僕はいつも言ってるけど、お前はただサボってるだけだろ。ランチ合コンとは、そもそもランチ合コンってなんだ。言葉の通りランチに合コンすることだよ。ランチだと時間が短くないか。そこがいいポイントなんだよ。夜だとお酒が入るし、場が冷えても帰りづらかったりするんじゃん。合コン行ったことないから知らないけど。そこがお昼なら時間制限があるからサクッと退散できる。気が合いそうなら改めて会えばいいってわけ。どう、この合コンは楽しくない？パンダとペンギンと合コンする方が新しいと思う。挨拶。こちらレイコさん、僕はパンダです。あ、どうも、はじめまして、レイコです。こちらは天野優香さん。どうも。ペンギンと言います。二人とも美人だね、モテそう。お二人も可愛いですよ。水族館と動物園の人気者だからな。でも私は全然モテないですよ。またまた、優香さんもモテるよね。私はどなたともお付き合いしたことはございません。ただ男女間における恋愛については、恋の喜びや楽しみ、悲しみや苦しみ、駆け引き、移り気など源氏物語を読んだ時に一通り理解したつもりです。さらに万葉集では。お腹空いちゃった。なんか注文しましょう。寝踏み。両方美人だけど、ゆいかさんは頭が良さそうで、頭がいいと僕がマウント取れないから、ゆいかさんは2番手かな。心の声。心の声漏れてるぞ。その点レイコさんは僕を立ててくれそうだ。可愛いし僕の面倒を見てくれそう。よし、狙いはレイコさんだ。心の声。めちゃくちゃ失礼だな。このパンダ、人当たりは良さそうだけど腹黒そうね。でも隠れドイツも悪くないわ。心の声。こっちも漏れてる。こっちのペンギンはいい人そうだけど頭が硬そうね。出世しないタイプだわ。心の声。お前も大概失礼だな。おいしいランチ。うわー、美味しそう。ランチで3000円ってとこかな。まあまあの店ね。心の声。だから漏れてるって。食べてもいいですか？もちろん。今日は僕らのおごりだから、どんどん食べてね。こんな高そうな店、払う金どこにあるんだ。経費だよ。合コンの金経費で落としたらダメだろ。美味しい。そうでしょ、ここ僕の行きつけなんだ。パンダさんが美味しいフレンチ知ってるなんて驚きです。普通は笹しか食べないと思うよな。僕は仕事中に食べもぐを見るのが趣味だからね。仕事中に趣味ができるという斬新な職場。そういえば最初はパンダさんの上司が来るっていう話ありませんでした？上司は珍しく仕事で来れないんだ。もう一人後輩の社長を誘ったんだけど、彼もお腹を壊しててね。お腹を。しょうがなくこの仕事バカのペンギンを連れてきたってわけ。好き好んでやってるわけじゃない。ブラック企業。お二人の会社はブラックなんですか？ああ、どこにも負けないくらいのブラックだ。ブラックかよ、マイナス60点。かっこ心の声。さっきからそのかっこ心の声ってシステム何なの？普段はどんなお仕事をしているんですか？最近はガラス製の灰皿を間違えて発注しちゃって、それを溶かしてガラス製の銅像を作ってるんだ。どんな仕事？というか灰皿として売った方が利益になるんじゃ。それもこれもあのバカなモニター上司のおかしな指示のせいだ。モニター上司？うちの職場では上司が別の場所から僕らを見張ってて、モニターから指示を出してくるんだ。え？上司さんはモニターから指示を出してくれるんですか？リモートワークが進んでる会社なんですね。俺はもう1週間会社から帰ってないかな。っていうことは上司と顔を合わせない日もあるんですか？うん、あるよ。っていうかほとんど見ないよ。最近は会社に来るのが面倒らしくて全然来てない。そうなんだ、全然知らなかったよ。お前ほんと他人に興味ないな。スマホ。ちょっとトイレに。すごいスマホ鳴ってますね。部署内のグループチャットで上司がうるさいんだよ。上司から。ちょっと見せていただいても？ちょっと天野さん、それは社外秘だから。さすがにダメって言われてるけど、ゆうかさんみたいに綺麗な人だったら全然いいよ。それってダメなんじゃ。来週までに A 社への説明資料を作っておけよ。 A 社は先月社名変更があったから、そこ注意な。
はい、仰せのままに。昨日もらった資料間違いがあったから修正しておけ。修正箇所はライン引いといたからな。はい、仰せのままに。パンダさん、ちゃんと上司のライン読んでますか？読んでるよ、クブクリンくらい。1割以下じゃん。これなんかあの仕事頼む。はい、仰せのままに。この前頼んだような気がするような仕事終わったか？はい、仰せのままに。ここからやけに指示が立つに。っていうか、これ指示じゃないでしょ。疑問。あの上司さん、失踪事件に遭っているんじゃないでしょうか？え？でも上司は今日も仕事を頼んできたよ。何者かが上司さんのふりをしてモニターを操作しているとしたら。いや、そんなこと。だったら教えてください。最近のモニター上司さんの言葉は決まった言葉ばかりじゃないですか？ほら働け働け、ほら働け働け、いいぞいいぞ。確かに。そうだっけ？お前はどんだけ人の話を聞いてないんだ。ここからは仮説ですが、部署内の3人の中の誰かが不在の時しかモニター上司は喋らない。違いますか？言われてみれば。俺たち3人の中の誰かがモニター上司になり変わっているということか？はい。そんなことありえないでしょう。では事件当日の話を聞かせてください。はい。なんだこれ？こういう仕様なんです。受け入れてください。仕様？意味がわからないぞ。会社は5日前から行方不明の上司。では最後の目撃情報を報告してください。はい。お前はすぐ受け入れるな。目撃情報シャーチ！お前ハイザルのあっち間違えたろ。100個注文のとこ100万個届いたぞ。そうでしたっけ？とぼけんのか。今から倉庫に行って見せてやる。最後に上司本人を見たのはシャチが仕事のミスをして上司が説教しに倉庫に連れて行く場面でした。ん？シャチさんは仕事ができない。はい。やる気が空回りして結果的に会社に損害を生むタイプです。一番厄介なんだよな。ではその日の状況を具体的に。はい。上司が泣いている社長を屋上に連れ出していました。僕は友達と遊ぶために早めに帰ったんですが。体調不良って言ってなかった？体調が悪くて早退したんですが、倉庫の前を通る時にダンという大きな音がしたんです。大きな音、怪しいわね。ちなみに部署内の人間のアリバイは。僕は友達と遊んでいました。俺は仕事をしてた。証人はいないな。なるほど。推理1。お、戻ってきた。その話はもういいんじゃないですか？それよりペンギンさんとパンダさんは休日は。お客様、私分かりました。またか。今回の事件は殺人事件です。え？パワハラされていたシャチが上司を倉庫内で殺した。灰皿で殴ったんです。だから大きな音がした。これが真相です。だったら死体はどこへ、凶器はどこへ。それはどっかに隠して。そんなこと可能でしょうか？ペンギンさん、シャチさんはそんなに長い間席を空けていましたか？すぐに帰ってきたな。死体をどうしたか、それが説明できない限りあなたの推理には穴がある。くそ、暴れろよ。何だったんだ？てか誰？なるほど、全ての構図が見えました。え？推理に。上司さんがどこへ行ったのか、そして誰が上司さんを演じているのか、その謎が分かったんです。どういうこと？ここまで来たら知りたくなってきた。まず上司さんを演じている人は消去法で一人しかいません。え？ペンギンさん、あなたですね。な、先ほどパンダさんに上司さんからのメッセージを見せてもらいました。おい、社外秘だぞ。ペペロ。非常に的確な指示でした。以前の指示とはあまりにかけ離れていたので、私は上司さんが成り代わられていると考えたんです。でもなんでペンギンさんだって言えるの？お二人の話が本当なら、サボイモのパンダさん、仕事ができないシャチさんにはあのような指示は出せないからです。さすがユイカさん、僕のことよくわかってる。見下されてるのよ。また某企画という会社は実質ペンギンさん一人しか働いていない。どんな会社よ。じゃあ上司を拉致したのもペンギンなの？パンダさん、あなたは二つの勘違いをしています。え？まず上司さんをどうこうしたのはペンギンさんじゃないこと。え？そして上司さんは拉致されていないこと。もったいぶらずに教えてよ。その日、シャチさんは上司さんにお説教されていました。しかし上司さんもパワハラじみたお説教に、シャチさんは2人の限界点を迎え。ほら、さっきの店員の推理当たってるじゃない。あれ？でも2人と凶器はないのか。ここからは私の推測も入りますが、シャチさんは信頼するペンギンさんに相談しました。そこでペンギンさんは2つの策を考えます。1つは自分が上司のふりをすること、そしてもう1つはシャチさんに上司を食べさせることです。え？シャチならば人間を丸飲みにして証拠隠滅することは可能です。シャチさんは最近お腹を壊していますよね。うん、ここ5日間くらい。シャチは人間を食べてもお腹は壊さないだろう。だからそれは証拠にはならない。いえ、意外なことに本来シャチはサメとは違い人間を襲いません。本来食べないものを食べた。それもありシャチさんはお腹を壊しているんじゃないでしょうか。凶器は？
誤発注した灰皿は溶かして銅像にしている。つまり溶かして証拠隠滅したんでしょう。それもあなたの指示ですよね、ペンギンさん。動機、でもそれは全部ゆいかさんの想像だよね。正しいかどうかなんて。もういい、パンダ。全部ゆいかさんの言う通りだ。嘘でしょ。けど俺は後輩を守りたかったんだ。後輩が捕まるなんて我慢できなかった。パワハラされてた後輩のためだったんですね。ペンギンは後輩思いだからね。本当にそうでしょうか。ちょっと天野さん。ペンギンさんはシャチさんを利用したのでは。何？ペンギンさんの本当の狙いは上司さんのいないホワイトな職場環境作り。そのためにシャチさんの犯行に加担した。違う、俺は。もしペンギンさんが何もせず上司の死が明らかになったとしましょう。当然前の上司がいなくなればまた新しい上司が来る。しかし会社の体質はブラックのまま。つまり新しい上司はまたブラックな環境を作る。あなたは自分が上司になり変わることで職場環境を改善しようとしたんですね。降参だ。そうだ、本当はブラックな職場に限界が来てた。だからシャチから話を聞いた時チャンスだと思ったんだ。しっかりしてる人は周囲が思うよりずっと脆いのかもしれませんね。宣伝。というわけでドラマランチ合コン探偵が毎週木曜夜11時59分から放送中だよ。こんな大物女優よく連れてきたな。よし、生きてたんですか。せっかくの豪華コラボ会に出番があるだけなのはあんまりだと思ってな、生き返ったんだ。さすがです。よーし、宣伝いくぞ。はい。ランチ合コン探偵は恋もグルメも謎解きも全部詰まった欲張りな僕にぴったりのドラマです。美人もいるし俺たちみたいなイケメンもいるからな。この後3話公開だから見に行くぞパンダ。はい、調子。よし、みんなで見に行くぞ。はい。え、なんなのこのオチ。俺はインフルエンザにかかってしまった。それでも出社させるこの会社はどうかしている。ブラック企業は今すぐ滅びろ。次回、インフルエンザで出社するとどうなるのか。みんなもインフルエンザを甘く見るなよ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。